株式会社ギャロップは日本のアニメ制作会社、日本動画協会制会員、旧虫プロダクションの撮影出身でアニメ撮影スタジオ、東京アニメーションフィルム所属の撮影監督だった若野昭雄が独立して、1978年12月13日、アニメ撮影専門会社、有限会社スタジオギャロップを設立。スタジオピエロやグループタックなどの撮影を受け負っていた。 1983年にテレコムアニメーションフィルムから演出の早川慶治、作画の丹内司や山内昇登斗志らスタッフが加わり、スプーンおばさんでグロス受けを始めた。1986年に OVA、県立地球防衛軍から本格的に元受け制作を開始し、1988年にテレビアニメ、キテレツ、大百科から、 初の自社単独夜元受け制作を開始。藤子アニメでは、新映動画制作のドラえもんに次ぐ8年に及ぶ長期作品となった。1992年の姫ちゃんのリボンから子供のおもちゃに至るリボン原作、テレビ東京系列金曜18時枠の一連の作品でアニメファンの注目を浴びた。1994年、韓国の制作会社、 同友ううアニメーションと提携して海外委託ルートを確保。制作した受け発注のほか、韓国での放送も視野に入れた作品の共同制作を行った。1998年に放送を開始したおじゃる丸よりデジタル制作を開始。同作はギャロップ制作作品で最長寿作品となっている。2012年に杉村修業が代表取締役に就任したが、翌年、 若菜が再び代表取締役に就任した。過去には辻発樹、渡辺はじめ、時永信子、小林和幸、石井邦幸などのスタッフが所属した。ありがとうございます。